こんな風に目立ちたくはない。面倒なことになりたくない。来るな来るな、巻き込むな。もう一度想像してみよう。未来が先に読めてしまう。心の闇まで知ってしまう。僕こそが真のプリズム。気づかぬ方が幸せか。仕方あるまい。見抜いちまったなら召喚しよう。からにしてこの公式はまだ授業終わってないぞ。まあ可愛いからいいですか。今日こそまだ出場に。サイク先輩いる。タメ口かよ。まあ可愛いか全然いいけど。うっそ、こんなに走ってきたのにもう何なの。呪い、休み時間に教室にいると死ぬ呪いでもかかってんの。やれやれ、君が来ることはテレパシーで気づいていた。便所飯なんて久しぶりにしたぞ。まったくいい加減手を打たないとな。リフタイム。とりあえず今はテレパシーで僕の見た目が一番嫌いな人間に変わるよう夢を見せているが、あまり効果はない。まったく、テルハスさんだけでもきついのに、リフタまでは無理だ。はっきり言って有り余る。ロマンスが有り余る。そろそろ決着をつけないと。卒論を出す時が来たようだな。よし、まだ帰ってない。ホームルームの間ドアの前でずっとクラウジングスタートの体勢に入っててよかった。私はここで待ち伏せるからね。佐伯先輩は絶対ここを通る。私は来るまで一歩も動かない。もう来たの。ブルーってか私のこと仕方。いや、気づかなかっただけだよね。もうそんなんじゃ幸せ見逃しちゃうぞ。でも大丈夫、今回は見逃させない。まだ体験したことのない最高の幸せ、私が先輩にあげる。佐伯先輩、ずっと前だ。ミコのこと置いてっちゃやーや。ねえねえ、頭ポンポンして。彼女ができたのマジで。嘘でしょ、何それ。以前と同じような作戦だがどうだ。テルハスさんと取り合ってるはずの男にまさか別の相手がいた作戦だ。僕に好意があると言っても大部分はテルハスさんへの対抗心。別の相手に行った僕を手に入れてももう価値がない。というわけで僕の正体を知っているアユラに協力してもらった。疑われてるから。疑われていない。ニャンつくな、早く立ち去るぞ。でも優しいよね、わざわざ彼女いるふりするなんてさ。僕は面倒なく済ませたいだけだ。彼女のためじゃない。佐伯先輩、その人って先輩の彼女ですか。意外だな、声をかけてくるとは。あー、見てわかるっしょ。どう見てもラブラブ格好ですけど。じゃあ付き合ってるってことはもうわしたんですか。急に何を言うんだ。恋人同士なんだからバツバツバツするに決まってっしょ。すごい。じゃあもう秒でバツってるし、バツバツバツとか、もはや現代人の常識っしょ。何を言ってるかわからないけど、もうやめとけ。やっぱりそうだ、あれだけ言われても私。バツバツバツ死にが。バツです。嫉妬とか悔しさとか何も感じない。そっか、私先輩のこと別に好きじゃなかったんだ。うまくいったようだな。むしろバツバツの話されすぎて軽蔑で飽きそう。僕は一言もそんな話してない。それに何だろう、何か別の感情が私の中でくすぶってる。な、クソ、やばい、ラスボス来てますけど。これは修羅場。どうする、テルハスさんにもこの方法は有効なのか。いや、こうなったら勢いで行くしか。こっちよ。あら、イムちゃん、あ、久しぶり。お久しぶり。どういうこと。さあな、僕らをロッカーに詰めた本人に聞いてくれ。なんで二人をかばったんだろう。私なんで、テルハス先輩が見たら苦しむから。あ、いい香り、こんなに近くに先輩が。って、違うでしょ、私もか。そうやって余裕ぶっこいていられると思ったら大間違いなんだから。テルハス先輩って佐伯先輩のこと好きなんですか。え、佐伯先輩が好きだと認めさせた上で開けてやるわ。プクク、あんたの綺麗な顔を悲しみに染めてやる。うん、今まで男の子を好きになったことがないからわからないけど、多分そう。なんでですか、一目惚れとか。うん、むしろ逆よ。最初は思い通りに動いてくれなくてあまり好きじゃなかった。それで私もムキになって反発して、気がついたらその人のことばっか考えるようになっちゃって。やっとわかった、私テルハシ先輩が大好きなんだ。私なんか到底かなわないこの美しさ優しさ。ああ、もう無理、大好き。さっきのあの感情も佐伯先輩がテルハシ先輩を選ばなかったことへの怒り、そして先輩が取られなくてホッとした後だったんだわ。私先輩の恋応援します。先輩には幸せになってほしいです。
つまりどういうことだってばよ。より面倒になったのは確かだな。ココミ先輩、お昼一緒に食べましょう。最近あの二人仲いいらしいぞ。マジ？サイドフォームじゃん。そこらのアイドルなんかねえじゃねえよな。デルワシさんだけでも 100% 美しかったけど、二人合わせるともはや 120% って感じだな。 20% しか増えてないぞ。今やすっかり仲良しだな。全く面倒くさい。1話前の話なので説明はしないが、厄介この上ない最悪の協力者だぞ。そう、私は知っている。いきなり入ってくるな、びっくりするだろ。ここに先輩が思いを寄せてる相手、サイキクソ。先輩の幸せを私も応援したい。でもやっぱりできない。なぜならあの男、サイキクソはとんでもない最低男だから。落とせそうな女を見ると片っ端から手を出すクズ。しかも見るからにそうな彼女がいて、あんなことやこんなことしまくってる、まさにゲスの極み。ここに先輩は騙されているんだわ。サイキクソと付き合うなんて絶対ダメ。合コンしませんか？私メンツ集めるんで。こいつ最高の協力者だ。やっぱ無理よ、合コンなんて。ここに先輩、ここまで来てそれはなしですよ。ほら、何事も経験です。私この前話したじゃない、その好きな人。それはそうですけど、ほら他にもいい人いるかも。それに今回のメンツは顔よし、見た目よし、ルックスよしの三拍子揃った最強メンバーですよ。それ全部同じ意味じゃ。覚悟なき者はさりな、ココミ。合コンは戦闘なのよ。先輩、この人誰ですか？ちゃん、話したら行きたいって。さあ、男性陣が来る前に作戦会議するよ。お待たせしました、グランドチョコレートパフェです。男一人で来てパフェって変な客？悪かったな、変な客で。お祝いだ、素晴らしい協力者ができたことやのな。合コンか。まああのテルハスさんが簡単に他の男を好きになるとは思えないが、それでも可能性はある。僕も協力させてもらうしな。この部屋からなら全て筒抜けだ。壁も声も、そして心の声もな。分かった、もう二人には叶わないな。よし、乗り気じゃないアピールはこれで終わり。さあ、どんな人が来るのかしら。この女、まんざらでもない。さて、あとは来る男にかかっている。頼んだぞ、お前ら。とりあえず私は今まで彼氏がいたことないって設定で行くから。ジオ来た。いや、下でファンに捕まっちゃってさ。おー、全員イケメン来た。顔はまんまだね。イケメン揃いじゃない。おまけにあの制服は偏差値70を誇る術星学園のやつ、超エリート。もう楽しくなってきたわ。君名前なんていうの？全然楽しくない。この私が合コンで無視されるとは、ココミ先輩さすがだわ。天城白夜高2、たまにモデルとかやったりしてます。西園寺兼光、同じくモデル&大会社の御曹司で超金持ちです。金剛地光、モデルやってて金持ちで、さらに英検2級っす。そんなスペックなら足さない方が良かったよ。よろしくお願いします。モデル、金持ち、英検2級しか覚えてない。じゃあ次、女性陣。私のことはみんな知ってるから、チュ先輩お願いします。はい、夢原チュです。 PK 学園2年生、趣味は読書と、あ、お菓子作りもします。少し反応悪いかな、緊張してるのかしら。まあまだ最初だからこんなものか。次私よね。テルハシと思ったら食いつけすげえ。今すぐ帰りたい。もうココミ先輩だけじゃなく、チュ先輩もいるんだよ。イムちゃん、ビジットブスで態度変えるやつにココミ先輩は渡せない。ブスにも優しく接することができる心の綺麗な人じゃなきゃ認めないんだから。いや、そんなつもりじゃ。死にたい。先輩たち帰ろう。うん、夢原千代ちゃん、趣味は読書とお菓子作りだよね。もう彼氏がいたことないってモテそうなのに意外だよね。ごめん、僕らが全面的に悪かった。今更謝っても遅いですよね、先輩。何してるの？座ったら、もう少しであの子に帰られるところだった。ああ、危なかったぜ。しかしお前よく自己紹介覚えてたな。急にパッと頭に浮かんだんだ。ああ、なんだそれ。聞いてもいないものがパッと浮かぶわけないだろう。僕が教えてやったんだよ。小を陰と欲すればまず馬を言うという言葉を知らないのか。さあ、どんどん行くぞ。あ、少し暖房強くしようか。ありがとう。何歌っかな。恋の悲しみは、この曲私の好きなやつだ。どすこいユートピア。この一発ギャグ好き。あれ、なんか合コンって思ったより楽しい。人の心を動かすなんて簡単だ。佐伯がいたらもっと楽しいのにな。まあこの場にいてもきっと無表情でぼーっとしてるだけだろうけど。やれやれ、それはちょっと違うな、テルハシさん。僕は呆れて少し笑ったぞ。ちょっとトイレ行ってくるね。おお、めっちゃ盛り上がったじゃん。あの子行けんじゃね。誰が行く？じゃんけんぽん。え、誰？まあどの道お前らなんかにやれんよな。僕が全員お持ち帰るとするか。何、遅くない？なあ、お、あれだろ。ああ、なんだあの出っ張り。コブ、服のシワじゃねえよ。背中からキノコでも生えてんのか。怖えよ。消えたぞ。どこ行った。もう来たぞ。ああ、今何件だ。それよりおめえの背中どうした。下見てみろ。こいつマジかよ。お、どうかしたか、おめえら。お、なんや、行さん集まってワイの可愛さに嫉妬したのか。ハムスターかよ。びっくりさせんなよ。また服に紛れ込んできやがったな、こいつ。おお、クソやんか。調子はどうや。やれやれ、まだ生きてたようだな。この奇妙な生物は以前僕が外にいたところを保護したハムスターだ。いろいろあって今は粘土に飼われている。
久しぶりだが相変わらず元気そうだな。は、久しぶり。何言うとんねん己は。お前学校にハムスターなんか連れてきちゃやべえだろ。お、仕方ねえだろ、いつもついてきちまうんだからよ。あ、いつも。お、んだお前ら気づいてなかったんか。無人島に流されちまった時もいたぞ。片時も離れなすぎだろ。まああん時はさすがに気配を殺しとったからな。見つかったら非常食のハム代わりにされること間違いなしや。お前なんぞ誰も食わん。まああの妙な女だけは気づいとったようやがな。生きた心地せえへんかった。誰もは言い過ぎた、訂正する。しかし僕も気づかなかったぞ。体が小さくテレパシーを拾いにくい上に粘土は極力投資しないようにしてたからな。んな連れ回して今までよく逃げなかったな。足りめえだろ、コリキニゴはすっげえ賢いんだぜ。ほら見てみ、こうやって手出すとすぐ戻ってくんだぜ。おお、すげえな。手出せば誰のところでも乗ってくんじゃねえの。おう、じゃあやってみるか。誰の手に乗るか。おお、楽勝だぜ。俺ちとコリキの種族を超えた友情見せてやんぜ。こっち来た。はあ、種の方に乗りやがった。まあ一晩だけだが俺もこいつの世話したしな。おお、今度は俺かよ。初対面のアレンにも負けてんじゃねえか。やっぱ心の優しいやつは動物に好かれちまう。おお、こっち来たぜ。見たかこれ、最後じゃねえか。いや、つうかねんと俺の手から取ってけなかったか。じゃあてめえら手をよく見てみな。あ、うんこされてる。てめえらがコリキニゴを試すような真似すっから怒ったんだよ。このハムスター粘土より頭いいんじゃないか。随分懐いてるようだな。はあ、アホ抜かせ。世話してもろてるし仕方なくやからな。勘違いするんやないで。ツンデレか。ん、そういえば今更だがお前とオスだよな。ああ、メスに決まっとるやろが。こんな可愛いプリティガール捕まえて何を言うてんねん。今日一びっくりした。な、やべ、次の授業体育だ。まさまさ、粘土が行ったぞ。止まれ粘土。やめんなよ。なんで俺らが片付けやんなきゃなんねんだよ。うちのチームが負けたんだから仕方あるまい。でもほとんど俺らが勝ってたろうが。あのバカが相手リングにちゃんとダンク決めてりゃな。いい勝負だったな。おめえが俺っちを止めてれば勝ってたのにな。なんで俺のせいみてえに言ってんだよ。俺よ、コリキ2号がいねえぞ。ほら、だから言ったじゃねえかよ。いや、体育は危ねえからここに置いといたんだけどよ。おい、どこだ。おい、コリキ2号。通して探しても見つからないぞ。今の音は。お、おう、ここにいたわ。すっ飛ばすぞてめえ。悪い悪い、まさか俺っちの体にひっつけたままとはな。ジャンガリアンハムスターなら。もう行こうぜ、休み時間終わっちまうよ。やれやれ、僕としたことが。どうした。ドアが開かないんだ。鍵を閉められてしまったかもしれん。あ、なんだそれ、こっちから開けられねえのか。無理だな。どうやら俺たちはここに閉じ込められたようだぜ。マジかよ。その心配はない。よし、開けたぞ。早く出ろ。叩くな、普通に開けろ。楽しね。やべえなこれ。やばくない、開くから。ほら、簡単だぜ。コリキ2号に開けてもらえばいいじゃねえか。ほら、あそこを見てみろよ。コリキ2号なら余裕で通れるべ。お前まさか。おうよ、コリキ2号に鍵を取ってきてもらって外から開けてもらうんだよ。サクサクできるわけねえだろ。最後誰の手だよ。やれやれ、こうなったら僕が開けるか。待ちや、クソ、我の出る幕やないで。リキの坊主はワイはご指名や。いや、出る幕とかじゃなくてもう開いてるから。ワイがちょっと返して取ってきてるわ。仕方ない、職員室まで僕がサポートしてやるか。なぜこんなところに。いきなり捕まってんじゃない。こら、バタン客様。最後までやってもうた。ったく、こんなとこに鍵、釘、ん、開いてる。何をしているんだ。助かった。しかし学校にハムスターを持ってきたことについては激しく怒られた。位置についてよーい。佐藤7秒14。来た、ついにやったぞ佐藤君。体力テスト全種目ぴったり平均値達成だ。お、何はしゃいでんだ相棒。さあな。まったくすごいものを見てしまったな。この歴史的快挙に気づいてるやつが誰もいないのがもったいない。多分本人も気づいてないだろうから僕が言ってやろう。おめでとう佐藤君。あれ、どこ行った佐藤。あ、普通にいた佐藤博士。あまりに個性がなすぎて見失ってしまった。彼は佐藤博士、僕がこの学校で最も尊敬する男。なぜなら彼は普通だから。体力テストの他に学力テスト、身長、体重まで全て平均という恐ろしい男だ。ん？なんだ、もうすぐ次の授業が始まるというのに何事だ。普通の佐藤くんらしくないな。トイレに行った。普通だ。まあテレパシーでトイレに行くことは分かっていたが、しかし普通だ。またストーキングしてんすか佐伯さん。出たな、ミスターアブノーマル。変なあだ名をつけないでください。話しかけるな、アブノーマルが映る。お、出てきたな。そんな面白いっすかあいつ。今佐藤くんが何分トイレに入ってたか分かるか。いや、分かんないっすよ。5分41秒だ。成人男性が大便にかかる平均時間と全く同じだ。確かにちょっと面白いけど。ちなみに一度の大便に使用する紙の量も平均とぴったり一致していた。見てたんすか。見てた。みんな。む、大変だ、佐藤くんの前方に粘土が。おお、これ意外な組み合わせっすね。あの二人が出会ったら一体どうなるんだ。普通に何も起きませんでした。まあ当然か。チェーツマンねえの。お、そうだ、いいかと思いついた。何をする気だ。よし。お前バカ。
どういうつもりだ。おいこれてめえが投げたか。こらうわ、3組の粘土。いや違うけど。ああ嘘つくんじゃねえ。てめえが誰がいんだ。てめえしきねってきてぜ。お前な。まあだが佐藤君がどう対処するのか見てみたいのも事実。ここは少し見守ろう。後ろにてめえがいたんだからてめえだろうが。うわどうしよう。え、なんだこれ。え、血圧すごっ。そこに驚くの。髪型も意味わかんないし怖っ。いや確かに見慣れすぎて麻痺していたが、あれが普通の反応だ。てめえ話聞いてんのか。お本当に違うんだ。あほらだって粘土君右後頭部を押さえていたじゃないか。僕は粘土君の左後方にいたから右後頭部には当てられないと思うんだけど。普通に分かりやすく誤解を解いているね。だから俺は本当にこれで解決か。言い訳すんじゃねえ。だが普通が通じないのはこの男である。いや待て、もう少し様子を見よう。さっきは止めてたくせに。佐藤君の目は死んでない。まだ何か考えがあるはずだ。この状況で取れる行動は大きく分けて2つしかない。1つは無実を主張して戦うこと。話の通じない奴が相手だと争いに発展しやすい欠点もある。もう1つは悪くなくても謝ることだ。だがこの後の相手の出方次第ではさらなる面倒を生むことも。さあ一体どっちを選ぶ。ごめん謝る方か。ごめん、授業始まるからもう行くね。何？どちらでもないだと。やったが待て、この言葉一見普通だがすごいぞ。俺には普通のこと言ってるようにしか。お前わからないのか。この言葉、主張と謝罪のどちらでもないが、どちらでもあると捉えることもできる。つまりこんな普通の言葉でありながら、主張と謝罪の両方を兼ね備えた針の穴を通すミドルシュート。なんだこのイメージ。おまだ始まってねえだろ。ほら粘土も。いや無駄だ。え、なぜなら本当に授業が始まるからだ。な、ここでチャイムだと。わかった。さすがの粘土もこれ以上は続けられない。すげえ普通が勝った。佐藤君、君は思った以上だ。彼は紛れもなく普通の天才だ。普通の天才ってなんすか。よし決めたぞ。何をすか。佐藤君と友達になる。マジっすか。やはり普通の人間たるもの、周りにいる人間も佐藤君のようなやつじゃなきゃダメだ。その普通の人間って佐伯さんのことじゃないっすよね。佐藤君という最高の迷彩服で僕はこの学校に完全に溶け込む。その表現がすでに普通じゃないっすよ。じゃあね、バイバイ。ん、あれは3組のなんだっけな。佐伯、佐伯か。あんなところで何してるんだ。ん、あ、今週号のジャンプだ。佐伯もジャンプ読むんだ。ん、イヤホンから聞いたことある音楽が。これはワンオクだ。うわ、俺大好きなんだよワンオク。へえ、佐伯も聞くんだ。 HD だ。俺の一番好きな飲み物。へえ、佐伯も飲んでるんだ。あ、話しかけてみようかな。よし来い。でも話したことないし別のクラスだしやめとこう。それにあんなところでジャンプ読んで PHT 飲むなんてちょっと変わってるしね。帰ってゲームしよう。ああだいぶ髪伸びたな。そういや俺も。じゃあ今日みんなで髪切り行くか。僕は結構だ。うーっせ。おい粘土、ちょうどよかった。おめえも今日髪切りに。お、髪、お、いいぜ。最近切ってなかったしな。いや伸びすぎだろ。いらっしゃいませ。あらしゅんちゃん、今日は連れも一緒にいいか。ええ、もちろん大歓迎よ。なかなかシャレオツな店だな。け、俺っちの行きつけの店の方がシャレてるっつーの。あんな頭で送り出す店は絶対オシャレじゃねえな。今日はどんな感じにしちゃおうかしら。うん、とりあえずトップは遊ばせる感じで、サイドはいっそサイドも遊ばせちゃう。そうだな、遊ばせて、あと前髪も適当に遊ばせる感じで。結局全部遊ばせた。オッケー、じゃあいつも通りね。あ、いつも通り頼む。じゃあ最初からいつも通りって言えよ。お兄さんはどうしちゃう。どうすっかな。まあ適当に軽くしてくれたらいいわ。あ、でも襟足だけは絶対に。え、何？襟足残すの。いや、なんでもねえ、切ってくれ。え、でも今襟足。いいからバッサリ言ってくれ。切りにくいわ。で最後はお兄さん、すごい長いけどどうしちゃうの。おう、いつもの。ごめん、君のいつものわからないの。たくしゃねえな。まず真ん中だけ残して丸刈りにすんだろ。で長さを7センチくらいに揃えて、で反り込みをぐるっと入れりゃ完璧よ。ごめんね、説明が難しくて理解できなかった。もう一度説明してもらえる。おう、じゃあもういいよ、適当で。完全に理解できてたけどな。こんな感じでどうかしら。おー、いい感じ。お、アレンだいぶさっぱりしたな。シュンこそだいぶ毛先遊ばせてんじゃねえか。どっちもだいぶいつも通りだろ。エリアシ、本当に平気だった。ああ、これでいいんだ。ただ供養してやりで、持って帰っても構わねえか。お前にとってエリアシって何なんだよ。よ、待たせたな、佐伯。って、あれ、粘土は。なんだ、あいつまだ終わってないのか。おい、粘土。あれ、一体どこに。うん、誰だよ。え、ちょっと、貴様粘土か。足りねえじゃねえか。どうしたんだその髪。おめえいつものヘアスタイルやめたんかよ。まあいつものスタイルとは違えけど、これはこれで悪くねえな。いくらだ。そう、よかったわ。カットのみで3000円よ。しかし結局いつもの髪型ってどんなのだったのかしら。ん、あ、合ってたな。え、嘘、マジで。何ね、おい粘土ったよな。ねえ、雰囲気全然違くない。っていうか割とかっこよくない。うん、ちょっとありかも。え、粘土だよ。マジかよ。あ、なんか妙に見られんだけど。んだよ、言って。調子こいてんじゃねえぞ。何生意気にキラキラしょってんだ。勘違いすんな。今までマイナス30点だったやつが急に50点アップで現れたからみんな驚いてるだけで、結局点は20点だってことを忘れんなよ。おう、
そうか、これからそれでみんな俺っちょ見てたんか。わどうします、これ気づかないふりしてますよ兄貴。いや無理あるわ、もう昨日からどんな反応されるかワクワクで寝れなかった口っすわ。んだてめえ、俺やれやれ、一時的なものなんだから放っておけばいいもの。とにかく調子乗ってんじゃねえぞ粘土。乗ってねえよ調子なんか。ねえ粘土粘土、どうしたのそれイメチェ、すごいいい感じじゃん。雪そうかい、ほら今乗って。うるせえな乗ってるっつうの。いや完全に乗ってただろ、すぐ飽きられっかんな。待ってろよ、髪切って注目されてるだけだろ。お、でも待てよ、おめえらも髪切ったんじゃなかったんか、なんで注目されねえんだろうな。頭蹴るぞこれ。あいつバカのくせに人を小バカにするのは妙にうめえのが腹立つ。しかし髪型だけであそこまで反応変わるか。それだけ前の髪型がひどかったからな。いや、あの反応は髪型のせいだけじゃないぜ。あ、気づかねえか、あれあの野郎のつけてる枕がいい具合に顎を隠してんだよ。おいおい、これはいけねえぜ。大事なチャームポイントが隠れちまってかわいそうで、俺たちが白日の元にさらしてあげないとね。遠いだろ、必死すぎるだろ。目をつぶれ、あの顎を。んでマフラー飛んだよ。あれでもまだいけてるというのか。キキキ、短いモテキだったな。別にあれはあれでありじゃない。ねえ、ワイルドでセクシーよね。ガイナレにはケツアゴのイケメンいっぱいいるしね。あれと同列に扱うのは無理があるだろう。こいつらの味方をするわけじゃないが、確かにそれは無理がある。それより人の身体的特徴を笑うなんて最低よ。そうよ、器の小さい男ね。ほら粘土もなんか言ってやんなよ。そうだよ粘土。いや、ほらなんか言ってやったら。おめえら人の変態的特集を笑うんじゃねえぞ。思ったより早く終わったな。次週の話を占いで予知したのか。他にも僕の好きな漫画サイレントサイボーグの危機や花見の場所取りもあるようだな。クスオカマチョしてくれないから待ち伏せするし、